い、こんな感じでターバンとサイドアレンジを組み合わせてやらせていただきました。こんにちは、大阪のトランクで働いている千秋です。で今日は絹女さんのカールアイロンを使ってターバンのアレンジをしていきたいと思います。ではやっていきます。これです。使っていきます。まず最初にターバンはもうかぶっておきます。で顔周りの後れ毛を残してこんな感じで下ろしておきます。今日はサイドのアレンジをしようかなと思うので、まず後ろで、大体ジグザグにとって後ろをローパーにしていきます。で少し引き出します。でローパーにしたらこの横の髪の毛と一緒に、三つ編みをしていきます。で2編みぐらいしたらここをゴムで留めます。こんな感じです。で少しこの上も気持ち引き出しておきます。でこの時にも後ろの方を100均とかでもいいので合わせ鏡とかで確認してちゃんとバランスが取れているかを確認していきます。でゴムはゴム隠しを使っていきます。このゴムのところに刺して少しすくって上でクルリンパをしていきます。で下の方はまたここで結んで今度はこのままクルリンパをして少しギュッとします。でまたここもちょっとバランスを見て引き出して、でこの毛先また このゴムのところに隠します。そしてこの毛先は最後巻いていきます。普通のサイドアレンジよりもやっぱりターバンと組み合わせることで一気に秋冬らしく可愛くなるかなと思うので、ちょっと周りと差をつけるためにも普通のアレンジにターバンをつけることは結構おすすめです。でまた毛先もまあ程よく、今回まあカジュアルなのでそんなにしっかり巻かなくていいので、まあ軽くこんな感じで巻きます。緩く巻きます。これも外羽ですかね、外羽にして巻いていきます。こんな感じで、であとは、スタイリング剤をつけていきます。まあオイルとかワックスとか何でもいいんですけど、ちょっとツヤが出るものをつけていきます。はい、今回
回こんな感じでターバンとサイドアレンジを組み合わせてやらせていただきました。こんな感じです。はい、この秋冬ターバンとあのアレンジの組み合わせはすごいおすすめなので、ぜひ試してみてください。ありがとうございました。